中東 UK は、群馬県大田市出身のプロ野球選手。宇藤左田。福岡ソフトバンクホークス所属。連続試合盗塁記録の世界記録保持者。大田市立矢部塚本町小学校2年次に、矢部塚リトルファイターズで、軟式野球を始める。大田市立矢部塚本町中学校時代は、公式の大田ボーイズに所属。2011年、東京農業大学。 第2高等学校に入学。3年時には、首相として、夏の群馬大会で2番遊撃手で17打数7、安打で打率。412、通る以後、チームは、決勝で、高橋光成が、エースの前橋育英高校に敗れる。甲子園出場経験はなし。2014年、東京農業大学生物産業学部に入学。 北海道学生野球連盟所属の公式野球部に入部。一年次からレギュラーとして試合に出場する。一年次は指名打者、外野手、二年次は外野手、三年次は三塁手、四年次は三塁手、遊撃手と様々なポジションを守りながら試合に出場。また三年周期から四年春期まで首相を務めた。 北海道六大学リーグでは3年春にベストナイン、3年秋に優秀選手賞、4年春に最高士君選手、ベストナインを受賞。全日本大学野球選手権大会に3度、明治神宮野球大会に1度出場、全国大会通算で7試合に出場し打率、364という成績を残した。大学4年間で通算40盗塁を記録している。 2017年10月26日に行われたドラフト会議にてソフトバンクから育成2巡目で指名を受け11月7日支度金300万円年俸400万円で入団する背番号は1212018年はウエスタンリーグ公式戦の開幕戦から出場し前半戦で14盗塁7月12日に行われた フレッシュオールスターゲームに選出され、2アンダーを打ち優秀選手賞を受賞する。2軍公式戦では通算で90試合に出場し、打率233、リーグトップの27盗塁、14打点。シーズンオフは10月19日から開催された第2回、WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出された。 初戦の対南アフリカ戦で公式戦初本塁打を記録した。プエルトリコのウィンターリーグにも派遣され、26試合に出場して打率。304。2019年は宮崎春季キャンプは A 組に抜擢される。オープン戦も一軍大道で14試合に出場する。13打席で1安打、打率。091で3月26日に支配下。 選手登録され、背番号は23。支配下選手登録に伴い、年俸600万円となる。開幕から野手に故障者が相次いだことで、4月上旬に一軍に初めて昇格する。4月7日に初出場、4月9日に初盗塁、4月21日に初スタメンを果たすと、その試合でプロ初本塁打となる3点本塁打を含む4打点と活躍した。 以後は、スタメンとしての出場も増え、ゴールデンウィーク終了までに旧盗塁を決めるなど、足でもチームに貢献した。一方で、ゴールデンウィークが明けると、打撃の調子が下降したことに加えて鎌本号の、台東や今宮健太、福田周平ら一部の故障者の復帰もあり、次第に先発出場の機会がなくなり、主にダイソーからの出場や守備固めとして起用され、最終的には、 チームトップの25投類を記録した。投類成功率は83.3%であり、同年のパリーグで投類期と数20以上を記録した、選手中、最も成功率が高かった。内訳として、先発した23試合では9投類途中守備から出場した試合でも1投類で15、15投類は、ダイソーとして記録したもの失敗5回のうち、1回は、 走者1.3類の場面の3類走者として、ダブルスチールを試みた際で、2類への投塁失敗は4回だった。オフの11月に開催された第2回、WBSC プレミア12に、足の速さを評価され、日本代表に選出された。なお、球団から、育成ドラフト出身選手の日本代表選出は、千賀博大、海拓也に次いで3人目であった。本大会でも、 主にダイソーとして起用され、大会最多となる4投塁を記録した。12月3日、1400万円増となる、推定年俸2000万円で契約を公開した2020年、シーズン前半は、ダイソーや守備固めでの出場が多く、初投塁は、開幕から1ヶ月以上経った7月24日まで持ち越されたが、 8月10投塁、9月14投塁、10月23投塁と一気に投塁を積み重ねる。9月中旬からは打撃の調子も上がり、リード不満に定着。9月18日には一番二塁手でスタメン出場し、4アンダーを打ち、プロ入り初の猛打賞を記録。また、この試合に投塁を決め、両リーグを通じて、シーズン20投塁一番乗りを果たした。 10月13日、3回一死一塁の場面で、ここまで31イニング連続無失点を続けていた山本義信から、決勝点となる適時3塁打を打った。10月18日、自身初の1試合3盗塁を記録した。10月22日、5回に2盗を決め、シーズン盗塁数が、育成出身者としては、史上最多の42個となった。 25日の西武戦で9試合連続、月間19盗塁の球団記録に並ぶ。28日のロッテ戦で、福本豊の持つ日本記録、11試合連続盗塁に並び、翌日のロッテ戦で、12試合連続盗塁のプロ野球新記録を樹立した。30日の西武戦でも成功し、記録を13に伸ばすが、31日の西武戦では、 盗塁の機会が訪れずストップした。11月9日、レギュラーシーズン最終戦対西部24回戦3回裏に盗塁を成功させ、規定打席不足の選手としては、1951年に52盗塁を成功させた、土屋五郎以来日本プロ野球史上二人目、パリーグでは史上初となるシーズン50盗塁到達者となった。平成生まれでシーズン五十盗塁は、 金子優勝以来二人目の快挙となった。最終的に50投塁で投塁王を獲得、育成ドラフトで入団した選手としては初めて、打撃部門タイトルを手にした。規定打席未達の選手が投塁王となるのは、2011年の藤村大輔以来日本プロ野球史上11人目、パリーグでは1966年の山本講師、 1967年の西田孝幸に続き、史上3人目である。打撃面でも足の速さを生かして、リーグ2となる7本の3塁打を記録したほか、9月と10月には2ヶ月連続で月間打率3割超えを記録し、レギュラーシーズンの日曜日に限ると48打数22安打の打率、458、9月27日からは5週連続日曜日の、 試合で、猛打賞を記録して、サンデー UK と呼ばれるなど、攻撃面での飛躍を見せた。一方で、リーグ最多の12失策を記録するなど、守備面では、課題が残った。ロッテとのクライマックスシリーズでは、第2戦で8回に相手を突き放す、敵時3塁打を打ち、チームの日本シリーズ出場に貢献した。巨人との日本シリーズでは、全試合フルイニング出場したが、 打撃では一安打一盗塁に終わった。ただし、課題とされた守備でチームに貢献し、リーグ優勝試合に引き続き、日本一決定の試合でも最後のアウトを取った。オフに2000万円増となる推定年俸4000万円で契約を公開した。2021年は一番二塁で開幕スタメン入りを果たし、 その後も多くの試合で一番打者として起用されたが、打撃不振が続き、交流戦からは、ダイソーでの出場が中心となった。しかし8度のダイソー機械で、県政史2つ、盗塁史1つ、総塁史1つと精裁を書いた。さらに6月10日、親子出場となった2軍戦で右手を負傷。診断の結果は、右手人差し指の抹節骨骨折であり、 翌11日に登録を抹消された。8月13日、後半戦の開幕とともに1軍復帰を果たし8度のダイソー機械でご登塁と役割を果たしていたが、右肩を痛めて8月29日に再び登録抹消となった。肩の状態は深刻で3カ所の病院を回ったが、いずれの病院でも手術が必要な状態であると診断され、手術を決断。9月10日に、 右肩関節教師下の積雪神経生術を受け、復帰に約6ヶ月を要する見込みであることが、球団から発表され、シーズン中の復帰は絶望的となった。ありがとうございます。